まりのべっぴんボイスレッスン。今回はオンラインで声美人になるコツです。オンラインで話をするとき、声が聞き取りにくいと言われて困っていると相談されることが多くなりました。そこでオンラインで声美人になれる簡単な方法をお伝えします。気をつけることは姿勢と笑顔の2つです。まず椅子に座ってお尻の下に手を入れ、手に当たる骨を確認する。その骨をまっすぐ椅子に突き刺すようなイメージで座り直す。次に笑顔を作る。笑顔が作りにくい人はべっぴんボイスレッスンの印象の良い笑顔の作り方を見てください。この状態をキープしながら声を出せば聞き取りやすい声が出せます。笑顔も意識しているので見た目の印象も良くなりますよ。やってみてくださいね。広瀬まりのべっぴんボイスレッスンでした。バイバイ。